皆様こんにちは。昭和女子大学国際交流センター長の金丸でございます。早速でございますが、本学オープンキャンパス、留学プログラム説明会を始めさせていただきます。今日の、お話の内容はご覧の通りでございます。本学の留学の種類や、海外キャンパス協定校についてのご案内を中心に行います。より詳しいご質問などございましたら、国際交流センターまでお問い合わせください。まず本学で提供する留学の種類についてのご案内です。一つ目が短期海外研修。これは主に夏休み春休み期間中に実施されるプログラムですので、どなたでも参加が可能です。国際交流センターで全学対象に募集しているプログラムから、学科独自で企画開発しているプログラムまで多数ございます。語学研修だけでなく、職やビジネスについて専門性を深める実習型のプログラムをご用意しております。2つ目が長期の留学。これは大きく4つの種類があります。いずれも在学している4年間の一部を海外留学に充てることになりますので、所属学科のカリキュラムの都合によりまして留学の可否が異なりましたり、学科のカリキュラムに適した留学時期が限定される場合がありますので、事前に、受験希望の学科に詳細をご確認ください。続いて留学がカリキュラムに組み込まれている3学科について、ご紹介します。ご覧の3学科が全員在学中に1学期以上の留学をすることになっています。英語コミュニケーション学科では本学の海外キャンパス、昭和ボストンへ1学期以上留学します。赤字の、ユニバーシティが1学期、19週間ボストンに留学するプログラムです。また希望に応じて2学期、留学する FSP、ボストンの後に海外協定校などへの協定留学へ参加するブリップを選択することもできます。指定の基準を満たした場合は、昭和ボストンではなくテンプル大学ジャパンキャンパス、TUJ ですね、こちらのダブルディグリープログラムやボストン以外の留学プログラムに参加することも可能です。各留学プログラムに参加のための詳しい語学成績要件などについては英語コミュニケーション学科にお問い合わせください。国際学科は英語プラスワンをモットーとしており、英語以外にもう一言語、履修外国語を選択します。選択した、履修言語によって留学先が決定します。TUJ のダブルディグリープログラムに参加する学生を除いて、フランス語とドイツ語履修者は小ボストンに1学期、その他の言語は選択言語に応じて本学協定校へ最短1年間のカリキュラム留学をすることになっています。これらの詳細は国際学科までお問い合わせください。ビジネスデザイン学科は国際コミュニケーション学科同様、2年生前期に、全員小ボストンに留学をします。ただし、ボストンでの学習内容は英語コミュニケーション学科とは異なり、ビジネスの基礎を英語で学ぶことがテーマになっています。またビジネスデザイン学科でも TUJ ダブルディグリープログラムへの参加も可能です。以上のように、本学では留学があらかじめ学科のカリキュラムに組み込まれている学科があります。もちろんその他の学科に入学しても昭和ボストンをはじめとする短期長期とさまざまな留学機会が用意されています。本学ではキャリア形成の支援とともにグローバル教育に大変力を入れており、コロナ直前まではご覧の通り実際に留学する学生数も増加してまいりました。先ほどご紹介した留学がカリキュラムに含まれている3学科以外の学科からも短期海外研修を中心に参加者が増えており、中には4年間で複数回海外研修に参加している学生もいます。2020年度は新型コロナウイルスの世界的感染拡大による渡航規制によりすべての海外留学プログラムが派遣中止となりました。
しかし、本学ではそういった状況においても学生のグローバルな学びを継続する方法を、積極的に取り入れ、昨年度から、昭和ボストンや世界各地の協定校とオンラインでつなぎ、学生が海外の教育に触れる機会を提供しております。昭和ボストンや海外協定校の教員が時差を超えて本学の学生のために授業を実施し、学生は現地で受講するのと同じ授業を、日本にいながら体験することができました。例えば昭和ボストンオンラインプログラムでは、現地地域の住民や学生との交流セッション、文化紹介、バーチャルツアーなど充実した海外、でのその課外活動も国内にいながら体験することができました。中には中国の上海外国語大学、韓国の、孫新女子大学、アメリカのコロラド大学ボルダー校の学生などと一緒に、グループワークやプレゼンテーションを行う国際教習型のプログラムも実施いたしました。それらのオンライン留学プログラムに昨年度は550名を超える学生が参加をしております。海外渡航ができなくても語学力だけではなくて、海外の文化や価値観に触れ、現地の人々と交流をすることで、将来グローバル人材として活躍するための資質を習得することができる、そういった取り組みを続けております。ここからは短期海外研修や長期留学の実施先のご案内です。まずは本学、の米国マサチューセッツ州ボストンにあるキャンパス、昭和ボストン、こちらです。1988年の創設以来、毎年カリキュラム留学の学生を含め年間400名以上の、学生がここで学びます。集中した英語教育はもちろん、英語でのアメリカの歴史や文化、時事的な話題、そういったことを取り上げたディスカッションの授業なども多数開講しておりまして、英語に自信のない学生でも英語で教養を身につけることができます。またアメリカの生活の場でもありますので、地域でもさまざまなボランティア活動やイベントの提供、現地学生との交流など豊富な異文化体験の機会を用意しております。さらに、現地には多数のバイリンガルスタッフがおりまして、24時間警備体制かつ、3食、月で、安心安全な留学生活を送ることができます。本学の海外協定校のネットワーク、こちらは2011年以降年々増えまして、その数はそれまでの5倍以上に拡大いたしました。海外協定には基本的な友好関係をうたう基礎的な協定から、特定のプログラムの共同運営や学生交流、交換留学生を派遣し合う、交換協定まで多岐にわたります。英語スコアが特別に高くなくとも留学にチャレンジできる、ヨーロッパやアジア圏の大学、あるいは日本学科や日本語履修者を多く持っていて親日的な環境が整っている大学もございます。で、そういった協定校現在43大学、これらと幅広いネットワークを持っています。スンミョン女子大学、上海交通大学とはダブルディグリー制度も設けておりまして、昭和ボストン近郊の大学との協定も複数ございます。今後も学生の留学の需要に応じまして、協定校との関係の強化、そして拡大を進めていく予定です。続きまして、ここからは、冒頭にご紹介した留学の種類、に応じて、ご説明をしてまいります。まず、短期海外研修の一つ目でございますけれども、昭和ボストンで行われているボストンサマーセッションです。毎年100名程度の学生が全学科から参加をしておりまして、このプログラムは日本の他大学、例えば立命館、神戸女学院とか
まあ、そういった大学の学生も参加をして現地で共に学び交流を深めます。9つのフォーカスグループと呼ばれる学習分野テーマから希望のものを1つ選んで、英語のスキルアップはもちろん、英語でその専門分野についての講義を受けたり施設訪問を、いたします。1ヶ月の短期集中型の研修の中で、ニューヨークなどへのオプショナルツアーも用意されておりまして、本学一番人気の短期研修でございます。ボストンサマーセッション以外にも多様な海外の研修、短期の海外研修がございます。年に2回、4月から5月に夏休み実施の海外研修の募集をします。また10月から11月には春休み実施の海外研修の募集をしております。協定大学が実施する英語、韓国語、スペイン語などの語学力強化の、研修はもちろん、ヨーロッパの歴史や、食文化、アジアの教育やビジネスなど特定のテーマに沿って現地施設で、実習や講義を受けて近郊の観光名所を巡るような引率教員ありの、研修もございます。この他にも各学科で、所属学生のみを対象とした独自の海外研修も、多数ございますので、受験の希望学科で、もぜひお尋ねください。長期留学の種類の一つ目が、ボストン留学です。先ほどもご説明しました通り、一部の学科ではこのボストン留学がカリキュラムの一部として組み込まれておりますけれども、そうでない学科の学生も、1期または2期昭和ボストンで学ぶことができる、いわゆる15週、ボストンプログラムというのがございます。参加にあたって英語力の条件はございませんので、誰でもチャレンジすることが可能です。現地では英語レベルに応じたきめ細かい指導を受けることができます。英語のスキル科目はもちろん、英語による一般教養や、専門科目を選択受講することができまして、1期につき18単位程度の単位取得もできます。ボストン15週プログラム参加学生には、学科ごとにメンターとなる現地の教員がつきまして、毎週ランチを一緒に取るなどしながら留学生活のサポートや、困っていることはないですかといったフォローアップ、各自が専門分野に関して現地でやってみたいこと、行ってみたいところなどについてアドバイスをするといったようなですね、きめ細かな支援をしております。例えば日本語、日本文学科の学生で日本語教員を目指している学生が、昭和ボストンで地域の人々を対象として開講している日本語講座、こちらでティーチングアシスタントとしてボランティアをしたことがございます。まあ、そういった形で日本語教育現場を現地で実体験をするということもできるわけです。で、本プログラムは年2回募集がありまして、通常留学したい期間の約8ヶ月前の1月とそれから6月が募集の期限になります。卒業までの4年間のうちボストン留学が可能な時期については所属学科によって、異なりますので、学科の方にご相談をお願いいたします。次に同じく、長期留学で、本学と交換協定がある大学へ留学する、交換認定留学についてご案内いたします。一番のメリットは、本学の通常の学費を、お支払いいただけば、留学先の学費がかからないことです。韓国、中国などは語学力強化が中心となりますけれども、英語で留学する場合は留学生に、向けに開講されている大学の正規授業から、自身の興味や関心に応じて科目を選択して履修できます。留学期間は在学4年間に含まれますので、留学先で履修した科目の単位認定を受けることで卒業時期が延びることはございません。一部大学は、本学と留学先大学の学時カレンダーの相違によりまして、前期、後期のいずれかしか留学できない大学もありますけれども、通常は年に2回募集があって、留学したい学期の約8ヶ月前までに大学
指定のですね、応募条件をクリアして、申し込みをする必要がございます。学内専攻では、書類、面接、本学での成績や語学スコアなどを総合的に判断して、留学が決定されます。交換協定のある大学の中に行きたい国、大学がないといった場合、自分で留学したい大学や、付属の語学学校を探して留学する、いわゆる私費認定留学という方法もございます。交換認定留学同様、留学期間は在学4年間に含まれますので、卒業が延びるということはございません。留学先は、海外の大学および、付属の語学学校であれば、どこでも自由に選択することが可能です。語学を勉強するための語学教科、または留学先大学の成果科目を履修する授業履修のいずれかの留学が可能で、どちらも本学が定める応募要件および留学先機関の定める応募要件、これらをクリアしていれば応募ができます。留学中、本学の学費に加えて、留学先の学費、滞在費などもすべて自己負担にはなりますが、休学留学に比べますと卒業が伸びたり追加で休学料がかかるといったことはありませんので、費用を抑えることができます。また授業履修であれば、本学の所属学科授業料相当額の奨学金が支給されます。交換認定留学と同様に、学内の申し込み期限は留学時期のだいたい約8ヶ月前で、年2回の、募集になります。留学先はご自身でお好きなところを選んで、手続きを取っていただくことになりますが、必要に応じて本学契約の、外部留学アドバイザーへのメール相談制度をご活用いただくこともできます。続いてテンプル大学ジャパンキャンパス、TUJ との提携についてご紹介します。テンプルユニバーシティはアメリカのペンシルバニア州に本校を持つ、州立大学です。学生数は4万人おりまして、170の分野での学士号、180以上の分野での修士号、そして60以上の分野での博士号を取得できる総合大学です。TUJ はその海外キャンパスの一つで、1982年に設立されまして、日本国内でアメリカの大学教育を提供する初めての学校です。2005年には文科省に外国大学の日本校として指定されまして、世界約60の国や地域から約1600名の学生が集まり、大学学部課程、大学院課程で学んでいます。約6割が外国籍の学生で、多様なバックグラウンドを持つさまざまな学生が在籍をしております。2019年の9月には TUJ が本学の西門の外の、校舎に移転をしました。2016年度から開始した単位互換協定や、2020年度に開始したダブルディグリープログラム、各分野での授業内外でのさまざまな形での大学間学生間の交流が実施されています。TUJ の、単位互換プログラムでは、単位互換協定に基づいて、本学と TUJ の学生が双方の大学で授業を履修することができます。3つのタイプの、参加方法がありまして、授業履修と、科目等履修では、語学基準を、クリアすれば、TUJ の正規学生とともに、一部の学部課程の授業を履修することができます。参加方法時期によって募集の対象における例外はありますけれども、通常全学科全学年対象です。正規の授業履修ができるだけの英語力がない場合でも、TUJ で提供する正規課程への語学準備コースであるブリッジプログラムに参加をして、英語力の強化を図ることも可能です。TUJ の学期に合わせて、年3回参加者募集があり、各学期15名までは交換協定に基づいて、本学の授業料を納めていただければ、TUJ での授業料は免除されます。また TUJ で取得した単位はすべて本学の単位に読み替えることができます。
留学をしたいけれども経済的事情や学科のカリキュラム上の都合で海外の渡航が難しいという学生とか、ボストン留学やその他海外大学への留学後も英語力を維持したい、英語での授業履修を継続したい、そういった学生に非常におすすめのプログラムになっております。なお単位互換プログラム以外にも英語コミュニケーション学科、国際学科、ビジネスデザイン学科では TJ と昭和女子大、両方の学位を取得する、ダブルディグリープログラムも実施しています。プログラムの詳細は各学科にお問い合わせをお願いいたします。課外活動についても2019年秋の移転以来、本学と TUJ ではさまざまな国際交流プロジェクトが行われています。一例をご紹介しますと、世界食堂プロジェクトは本学有志学生と健康美プロジェクト、TUJ の有志学生の3社がコラボをして、世界各国の伝統料理を世界食堂風にアレンジして、提供するもので、学食で、定期的に、提供されています。共同ボランティア授業では本学と TUJ の学生が、近隣小学校で合同の授業、世界の人々と交流しようというのを行いました。これは小学校の総合的な学習の時間で実施されたものです。合同シンポジウムは、若者民主主義を語ろうというテーマで、学内のゼミと TUJ の学生団体が、合同プロデュースをする形で開催をしました。共同の外交講座は本学の、本学 TUJ の主に、国際関係専攻の学生が参加をして、外務省関係の方からお話を聞く良い機会になりました。これらの活動をはじめとしてさまざまな、課外活動を通して本学の学生と、TUJ の学生の交流が行われております。続けて、学内で行っている、語学や留学サポートについていくつかご紹介します。まず総合教育センターでは TOEIC や TOEFL、IELTS などの英語資格に関するセミナーや模擬試験を実施しております。留学に向けて英語資格のスコアアップを目指す学生必見のものとなっております。2つ目はキャンパス内で手軽に英会話レッスンが受けられるパワーイングリッシュというプログラムです。提携している民間企業が大学のキャンパスで少人数制の英会話レッスンを、実施しているため、学生は各自の時間割の、空きコマを利用して、簡単に受講ができます。コロナ前の対面の授業、実施時には、年間100名以上の学生が参加をしておりました。年間契約ではありますけれども、外部の英会話スクールなどに比べると、大変割安で、簡単に英会話レッスンを受けることが可能です。留学前の準備とか、留学後の英語レベルの維持に活用している学生もたくさんおります。次に、本学が提供する留学サポート制度です。一つは留学費用に充てられる奨学金です。本学が独自で提供するのは丸1の奨学園奨学金と丸2のグローバル奨学金ですけれども、年度によっては日本学生支援機構が提供する JAS 奨学金の対象になる場合もございます。奨学園奨学金はボストン留学費用にのみ適用される貸与型の奨学金です。特に、短期の海外研修などに学生自身が費用を負担して参加する場合など、一旦ですね、留学費用を大学が負担した上で、無利子で最大16分割した上で、返済をするということが可能になっています。グローバル奨学金は本学が独自で設けている、給付型の奨学金です。昭和ボストンまたは協定の大学で実施されている短期プログラム、または、認定留学が対象となっておりまして、プログラムによって家計基準、成績要件などを満たし、プログラムを無事終了した後に、支給されるキャッシュバック型の奨学金です。JAS の奨学金は、日本学生支援機構 JAS が提供する、給付型奨学金で、
対象プログラムが採択されました場合は、成績、加減基準など JAST が指定する条件を満たす学生に支給されます。もう一つ、留学志向の高い学生を、対象に、提供しているサービスが本学契約の留学アドバイザーです。いつもメール相談を受け付けておりまして、学外の留学プログラムなどについて専門的なアドバイスを受けることができます。本学の留学制度も理解した外部の専門アドバイザーが私費の認定留学の留学先探しのお手伝いですとか、条件に合った短期留学プログラム探しのサポートを行っております。最後になりますが、学内での国際交流についてご案内します。留学ができなくても、または留学前後に、国内で語学力や異文化コミュニケーション力を生かす場もたくさんございます。グローバルネットワークといったネットワークに、ご登録いただきますと、学内で行われる留学説明会や、国際交流イベント、語学力を生かすサポートやボランティア情報などを登録したメールアドレスで、受け取ることができます。イベントの開催情報はもちろん、学生主体で国際交流イベントの企画運営、自体を行う、チャワ、それから海外から来るお客様の接遇や誘導、キャンパス案内などのおもてなしを行う、キャンパスアテンダント、それから外国人留学生の生活学習サポートを行う各種ボランティアへの申し込み情報が、優先的に配信されます。学内で行われる外国人留学生向けのプログラムの一例として、SSIP 昭和ウィメンズユニバーシティサマーインターナショナルプログラムがあります。 SSIP は海外協定大学の学生を招待し、3週間英語で日本について学び、本学の学生と交流を深めてもらうプログラムです。2020年度は残念ながら新型コロナの影響で実施ができませんでしたが、毎年本学の協定校から参加者を募り、2019年度はアメリカを中心にアジア、ヨーロッパなど8カ国、9大学から17名の留学生を受け入れて実施しました。本学学生はクロスカルチャーワークショップという留学生と共同プロジェクトを行う集中講義に参加しまして、単位を取得することができます。全編英語で行われますので、海外に出なくても本学のキャンパスの中で語学力の向上や維持ができるだけではなくて、留学生との交流を通じてさまざまな文化について学びながら、友達を作ることもできるプログラムです。またサポート生として、授業以外の1泊2日のホストファミリー体験や空港送迎など部分的なお手伝いを通して、交流に参加することも可能です。2020年度は残念ながらコロナの影響で中止となってしまいましたが、学生の来日が可能になりましたらまた、再開をする予定です。以上が本学の留学および国際交流プログラムのご紹介となります。本プレゼンテーションに関する、お問い合わせはこちらにあります国際交流センターまでご連絡、ご紹介お願いいたします。ご清聴どうもありがとうございました。